はい、どうも、三月商品総帥8でございます。今回はね、一口話の話題ってことで、この時期、大体このね、年の瀬から3月までっていうのは、出資馬の引退のニュースっていうのはね、続々と入っては来てしまうわけなんですよ。っていうわけで、僕のね、出資してたオルフェーブル3区レミニシェンザ、引退です。正直ね、これでオルフェーブル3区出資馬がいなくなっちゃったんでね、今年も申し込み落ちたし、来年こそっていう思いはまたね、出てきたんだけれども、12月に帰休して、最後、この時期にね、また、もう一層二層するぞっていう感じで戻ったところ、厩舎に戻ってすぐのね、追い切りで違和感ある、ちょっと友の様子がおかしい、なんていう話からペースダウンして、またね、牧場変えて、そのまんまね、3月までにはちょっと出走難しいだろうという状況になってしまって、じゃあ引退ということになりました。正直ね、12月にこう、急なね、更新があってね、急なというか更新があって、なんか様子が変ですみたいな感じが出てた時点で覚悟はしてたし、もうなんだったら即断即決、どうせ、残りね、維持費考えたら、出られる可能性少ないでしょって思ってたんだけど、そこはね、精一杯やってくれた上で、様子を見て、ついにね、3月の出走厳しいってことで、これでね、3月まで引っ張られてね、バイバイだったら、最後の維持費みたいな感じなんだけれども、目一杯やってくれて、残念なところでした。で、12月の前の段階でね、あと1回か2回見れるかなって思ってたら残念でしたってなっちゃったんでね、ちょっと残念、心残りはあるんだけどもね。でも、正直なところ、アワブラッド入れるかどうかっていうのは2勝クラスを突破できるかどうか、みたいなところで、2勝クラス突破できる実力はあったと思いますっていうのは、アワブラッドに入れてもいいと思いますっていう意味とね、同義語だと思ってるんで、正直3区に出資が叶えばというところはありますね。特にね、オルフェーブル3区のがね、繁殖牝馬としてどうかってことで言えば、年末のね、大賞典を勝ったウシュバテソーロがね、母の父オルフェーブルでしたから、母の父オルフェーブルってことでね、繁殖の価値はあるんじゃないかなというふうに思いたいところ、出資させてもらいたいところってとこ感じなんですけどね、だからね、アワブランド、入れるかどうかギリギリだけれども、2勝クラス突破できそうな馬でしたからって言ってもらえてる時点で、アワブラッド入れるつもりでいますよぐらいの感じでね、思っといて、期待させてもらってね、ボーダーラインですけどね、ヒヤヒヤしながらね、そんな感じでね、待ちたいなというふうに思っております。これでね、急転直下、火曜日にサラオクのリストに名前が入ってたりしたらね、ショック受けてもう一回動画上げるかもしれないですけどね、とりあえずは、そんな感じで、この時期まで走り切ってね、6歳1月に、ちょっと3月までに出走するの厳しいかな、みたいな感じでの引退っていうのは、事実上ね、定年まで走り切ったってことだと思いますんでね。長い間、出資したのが、だから1月のね、1歳の9月とかからだからね、4年ちょっとの間でしたね。長い間ね、楽しませてくれました。ありがとうございました。3区に期待をしております。以上、ハッチーでした。